はいどうもおばしです。今回はこちら、魔王が強すぎて勇者がやばいというね、もうタイトルからして面白いんですけど、こちらのゲームの公認実況をやっていきたいと思います。世界に突如現れた魔王とその配下のモンスターたち、町や村を次々と侵略してくる魔王軍に人々は怯えるのみだった。しかし王国は姫を中心とし討伐隊を結成、長い討伐隊は魔王軍に侵略された地域を次々と取り戻した。そして討伐隊はついに魔王の城へとたどり着いた。しかし退治した魔王の力は絶大だった。絶滅寸前まで追い込まれた討伐隊だったが、そこへ各地から勇気ある者たちが集まった。魔王の圧倒的な力を前に数々のなんちゃらが、やばい読みたいけど広告の中に文字が消えていった。人間どもよ、よくぞここまで来た。だが力なき者が何人束になろうとも、この魔王を倒すことはできんぞ。さあかかってくるがよい。そして絶望の海に沈め。遊び方、勇者たちは自動的に現れて攻撃する。画面をタップで勇者たちを連続召集。最初は2タップで1人現れる。タップしまくって魔王を攻撃しよう。はいはい、勇者たちがやられると強さに応じてコインがもらえます。勇者たちがやられるとコインがもらえるの？コインを使って勇者たちをパワーアップしましょう。ああ、そういうことね。やられた分だけまあパワーアップしようと。で、一定時間でモンスターが現れてくるよと。で、引きモンスターを倒すとアイテムとかコインがもらえますと。ほう。30分に一度貯まる覚醒パワーをタップで、コインや攻撃速度が上昇しますよと。はあ、なるほど。冒険者が先頭に参加。2タップ。あ、こうやってない。あ、すげえ、なんか。なんかダニみたいにぴょんぴょん湧いてくる。なにこれ。ポチ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 。あ、両手でやると逆に遅いな。全部右手の親指でいいわ。なにこれ、強打とか言って。やば。なにこれ。てか、あのさ、何がひどいってさ、魔王のこれ青いとこ、魔王強すぎない？あ、だから魔王が強すぎて勇者がやばいっていうゲーム名なの。だってさ、見てこの左下の青ゲージ、これ魔王の体力でしょ。全く削れないねえよ。何これ。あ、仲間が100人追加だって。あ、今これ上に書いてあるんだね、左上に。タップでの仲間118人みたいな、倒された仲間120人、戦闘人数9人みたいな。へえ、すごい。これなんだ、ワンタップで10人出たりとかそういう風にはなってかないのかな。なんかアイテムとかで絶対なるよね、このね、奥義発動っていうのがある。お、何これ、冒険者アタック。しかしこうダメージはないようだって感じだよね。何この絶望感。勇者のワンゲンセールみたいになってんだけど、しかも勇者みんな同じ顔してるし、これ魔法使いとかいないの。すげえシンプルなゲームですね、これ。もう右手いずれつっちゃいそうなんだけど、こんなんずっとしたら。これ多分レベルとかをいい加減上げろって。あ、いっぱいいるじゃん。冒険者、戦士、魔法使い、アーチャー、剣士、アサシン、神官、侍、呪術師、魔道士、勇者、姫様、勇者。あ、魔道士の全レベル10で解放されます。あ、なるほどね。じゃあこの冒険者っていうののレベル上げろと。あ、レベル上がんじゃん。あ、なんかこれ出現スピードとかあるよ。出現スピード上げて体力、攻撃力、スピード、これ上げるべきはどれなの。体力なのか、なんか魔王に攻撃されてんだけど、これなんかね、放置しててもどうやらいいらしいはずなんですよね、ゲームとしては。なんかタップするか放置するかみたいな。これ魔王倒せる、引くんのマジで。これ9、10、10。魔王の一撃で400ぐらいずつ食らうんだけど、なんかないのかな方法は。戦士はどうすれば出んの。冒険者の全レベル10。あ、これのレベルを全部10にしないといけないわけだ。なるほどね。で、皆さんこうやってやってるとさ、冒険者のレベル最初10まで行くの大変じゃないとかって思うでしょ。こちら得点コードのところで510046と打っていただくと、なんとコイン3万枚プレゼントっていうね。はい、皆さんもぜひ使ってみてください。で、レベルアップをね、一気にとりあえず冒険者のレベルを上げちゃいましょう、全部10まで。これでだいぶ変わんのかな。てか全部10まで上がるかな。足りなくない、コイン足りないよね。足りない。足りなかった。さあ、タップ。で、これ、なんか、ボス強すぎなんだけど、全く減ってないんですけど、これ、HP とかどっかで見えないのかな。データとかかな。あ、出た。なにこれ、魔王。
HP が100万もあんので、今99万7300、絶対無理じゃんこれ。ワンタップあたりの仲間の出現人数 0.5、 あ、やっぱ増やせるんだ。やっぱね、そこが鍵になりますよね、絶対にね。ひたすらとりあえず呼びますか、仲間よ、頑張れ、来い頑張れ、俺の右手親指、あ、椿の光、あー、みんな持ってかれるみんな死んじゃう。ちょ、これ1時間ぐらいひたすらやったら結構変わるんじゃないですかね。ちょっと飛ばしますか。1時間後っていうのは嘘なんですけれども、こんな感じで結構ね、長い間遊ぶことによって、もうオラ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 ってタップすればタップするほどね、大量の勇者が冒険者が出てくるみたいな感じになって、すごいね、わちゃわちゃ感というか。でね、敵のねレベルも上がってくしね、入るお金の金額もね、もう頭おかしいんじゃないのっていうぐらいの感じでね、もうねインフレっていうんですか、もう跳ね上がってくんですよね。なんでぜひともね、暇な時間とかに放置してるだけでもね、コインとか溜まっていきますんで、いろんな遊び方があると思いますので、皆さんぜひ無料ゲームなんでやってみてはいかがでしょうか。今回ね、公認実況ということで最後にお願いがございます。動画の説明欄にある URL からぜひともインストールして、皆さんぜひ一度遊んでみてください。以上です。バイバイ。